3分法律の勉強。おはようございます。お初にお目にかかります。弁護士の北川と申します。よろしくお願いいたします。2019年9月の17日イタリア料理の日らしいですね。皆様の朝の時間3分だけ私にいただけないでしょうか。現在391名の方々にチャンネル登録していただいております。本当にありがとうございます。この方たちの顧問弁護士として今日も時事ニュースの法律的な解説をさせていただきます。なんで今日がイタリア料理の日なのかはこの動画の最後にお話しさせていただきます。最後までぜひご覧ください。イタリアリア。2019年9月の17日テレビ番組表ニュースランキング、こちらです。バースンと千葉の方ですね、停電断水続いております。支援をねしていかなきゃいけないなと思います。そして第2位がですね、目黒区の5歳児の虐待死事件の今日判決ですね、母親の判決が行われます。そして小泉環境大臣が福島の方にですね訪問したということですね。今日解説させていただきたいのは第2位ですね、目黒区で5歳児の女の子が虐待を受けて死亡してしまった事件で、母親の裁判員裁判判決ですね、今日行われるということで、私なりに判決を予想してみたいなと思います。この事件に関してはちょうど2週間前ぐらいですかね、私別の動画で保護責任者遺棄致死罪ってどんなものかっていうのを解説させていただきましたので、そちら最後にリンク貼ってますので、まずそちらご参照していただけると分かりやすいのかなと思います。今回の母親の裁判員裁判、すでに母親は容疑を認めておりますので、争うべきポイントとしては刑がどれぐらいか、量刑の相場がどれぐらいかっていうのがポイントになってきます。その中で判断要素として大事になってくるのは、 DVをしていた夫、まあもう離婚してるんで元夫ですね、元夫から DV を受けていたことの心理的な影響、気持ち的なものがどれほどの大きさだったのかっていうのが大きなポイントになってくると思います。検察官としては、元夫から DV を受けていたとしても母親の立場としてゆあちゃんに対する虐待をしっかり回避すべきだったと、その責任は大きいとして懲役11年を求めています。他方弁護人としては、夫からの DV の影響はもう著しいと、とんでもないということで、母親の立場としてゆあちゃんを保護するのにも限界があったということで、懲役5年ぐらいにしてくださいというふうに求めています。さてこの裁判ですね、ネット上に詳細な報告書が上がってたりしたので私結構見ていたんですけれども、まあ裁判は結構ですね大変そうな感じらしいですね。一時中断を仕掛けた時もあったりしたし、それこそ裁判員の方とか裁判官、検察官、弁護人もですね、この今回の事件の母親の判決がどのぐらいが適正かっていうのをですね、すごく頭を抱えて悩みながらですねジャッジをしている様子がですねすごく伺えてます。お時間ある方はねぜひ検索していただいて、この裁判に関わっている多くの人が頭を抱えて悩みながら今回の虐待事件を対応している、考えているってことだけご理解していただければなと思います。さて私の判決予想です。すべての刑事事件の記録を読んでるわけではありません。ネット記事から断片的に拾ってるだけで恐縮なんですけども、それでもあえて判決の予想させていただくと、私は懲役10年から11年は検察官求刑通りの判決になる可能性はあるんじゃないかなと私は思ってます。元夫からの DV の影響もあるんですが、他方で保身にも走ってる様子もあるので私はこう予想しました。本日のおさらいでございます。今回の裁判員裁判ですね、保護責任者遺棄致死事件の母親の判決、検察官は懲役11年を求刑、弁護人は懲役5年を求めているという状況で、私があえて予想させていただくと懲役10年から11年の判決が出るんじゃないかなと思っています。大外ししたら申し訳ございません。以上でございます。判決の判断要素ってそういうところなんですね。勉強になりましたって方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、あとお友達に弁護士が YouTube チャンネルやってるよってシェアしていただけると大変助かります。それでは今日も一日頑張っていきましょう。ちなみになんで今日がイタリア料理の日かというと、日本イタリア料理協会が制定しました。イタリア語で料理はクチーナというらしいんですね。へえ。で、9月17日、クチーナの語呂合わせでそういう風に制定したらしいです。また明日もご覧になっていただければ、めちゃめちゃ法律知識レベルが上がると思います。Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, this program is supported by Yodikai.